2021年5月15日土曜日19時半になりました。19時半からの番組は元宮城県知事浅野史郎さんで今障害福祉を考える。では浅野さんよろしくお願いします。はい、皆さんこんばんは、浅野史郎です。今障害福祉を考える第何回でしょうか、ちょっと忘れました。土曜の夜のひととき、今障害福祉を考えてみましょう。今日のゲストは石川晴恵さんです。どんな人か、じゃあ早速始めたいと思います。石川晴恵さん、こんばんは、ようこそおいでくださいました。はい、この番組ではですね、まず最初にゲストの方に出生の秘密っていうのを語っていただくと、簡単にどうやって育ったのか、それからまあ今のお仕事っていうか、そこに入っていったきっかけみたいなもの、私の問いかけに答えていきながら進めていきたいと思います。まず最初に石川さん、出生の秘密、生まれたのはどこですか？東京都立川市です。東京都立川市、ずっと結構立川を拠点にしていろいろ活動してましたよね。はいはい。今はもう住んでるとこ立川市じゃないんだよね。今住んでるのは国分寺市です。国分寺ね、近くですね、まずね。はい、それでどういう家で育ったのかなってのは聞かなくてもいい、言わなくてもいい、うん、そしたらね、まあそこ飛ばしてですね、体弱かったんだよね。そう、体と頭が両方弱かった。体と頭が両方ね、二重に大変だったのね。で、その体はない、病気ですか、なんか。病気ですね。小さい時から、まあ分かりやすいのは病弱という。病弱っていう名前の病気ないんだけど、喘息とか。まあ病名で言えば、うん、腎臓、心臓、肝臓、盲腸。盲腸はまあ手術して切ってますけど。心臓、肝臓、心臓、うん、悪かったの。そうなんです。それで今も血尿プラ3。血尿プラ3。あら、そうですか。で、まあ腎臓が一番しんどかった病気ですかね。うん、今もまあだから。そうなんだ。もう完治はしてない、うん、ね、腎臓はしょうがない。で、腎臓もまあいろいろ悪くて、そうすると学校は、だ学校はほとんど行ってない。入退院というか病院行ったり。入退院。おじが医者だったもんで、毎日おじが来て。そうすると学校は学校に行けなかったわけね。そう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 。うん。そしたらうちにいるんですか。まあうちにいるか病院にいるか。そうだから基本うちで療養ということですよね。もう、うん、だってもう今私は74歳なので、うん、まあ60年ぐらい前の病院って母は練炭火鉢を持ち込んで、すごい要は戦争に負けたすぐですから、まあ病院だって今みたいな病院とは雲泥の差なわけですよね。だからお家、もうほとんどお家。うん、だからお家ってことは学校に行ってないってことなんだね。行ってないんです。ほとんど。で、療養中何やってたんですか、思いは。もうまあだってうちは貧乏でしたので、お大臣じゃなかったし、戦後余計の方で立川は基地があったもんで、爆弾をいっぱい落とされた町なんですね。うん、で周り中もとにかく焼け野原でしたね。戦争で2年目に生まれてるわけですから。でそんな中で何ができるかすると紙と鉛筆しかほとんどないわけですよ。うん、そして本ですね、うん、紙と鉛筆と本で何て言うんですか、日々過ごしてたっていうのと、ひたすら本を読んでた。本読んでましたね。本と絵を描いてた。本はどっから供給してきたの？昔私たちの時代に貸本屋っていうのがあって、貸本屋、うんうん、その貸本屋の本を全部読んで、私は年寄りっ子だったので、うん、祖母がその貸本屋に行って10冊20冊こうやって持ってきてはそれを読んでまた返すと、そういうサイクルがちゃんとできてて、もう何でも読んだのね。乱読っていうか、乱読、うん、手に入るもの何でもね、何でも読んだ。まあ、だから読書好きになったでしょ、もちろん。そうそう、だからだってそんな贅沢言える時代じゃないですもん、うん、ある本を読む、うん、いや僕思うにね、
春江さんは、あ、すいません、石川春江さんで、私春江さんと呼ばせてもらいますけど、うん、春江さんは、はい、やっぱり今の人格っていうか、なんか行動とかそういうのは幼い頃のその読書というのが作り上げた人格じゃないですか、自分で分かない、分からない、分からないけど、ただまあ小さい時のまあ体験っていうのはやっぱりどっかにずっと DNA としてある、それ誰しもがそうだと思うんですよね、はい、それ DNA って言わないよ、そうね、言わないね、ごめんなさい、うん、本当にですね、はい、はい、それでまあで、だんだん少しは学校行けるようになった、うん、まあ、なんとかそう言って、まあ、ここもっと飛ばして、うん、もうどっか勤めたっていうところからところに行っていいですか、はい、はい、いいですよ、その前飛ばして、はい、ね、飛ばして飛ばして飛ばしちゃう、飛ばしていいですよ、飛ばして、いやいやいや、そこでもうちょっと若い頃、10代の頃ね、はい、で別に学校じゃなくてもいいんだけど、はい、思い出っていうか、それで話したいことありますか。まあ別に若い頃は恥だしっていうか恥ずかしい、恥、若い頃恥ずかしい、恥ずかしい、だから生まれ変わりたくないですね、若くなりたいなんて一回も思ったことはない。学校に行ってないから学校のいじめいられっ子でもないし、いじめっ子でもないのね。いやいや、基本いじめられっ子ですね、今考えてみれば。あ、いじめられっ子行ってないんだもん。行ってないよ。行ってなかったら学校でいじめられる機会もないじゃない。そうでもない。そうそう、だけど、いやだ、たまに行くからいじめられるんだ。え？たまに行くからいじめられるんだ。そうそうそう、いつも。なんだ、春江、学校来ないでたまに行く、遊びに給食だけ食いに行くんだよって、だめ、いじめられたのね。まあ、要は無視されるとか、友達はいないわけですよね。ああ、無視される方のいじめられ。無視でもないけど、まあ、相手にされてないわけですよ。あんたいたのみたいな話です。そういうの無視って言うんだよ。うんうん、だからさ、うん、言っても面白くない。もう面白くないよね。うん、はい。じゃあその面白くないとこさっと飛ばして、うん、いい思い出はないですか？幼い頃に。え、学校にですか？学校じゃなくて、学校じゃないとこで。学校はいい思い出ないんだから。いや、私はなんか絵描きになろうと思って絵描いてたんで、その時にと楽しかったです。あ、絵描きになろうと思って。誰か先生についてたの？え、原先生っていう先生について。原先生に、うん、沖縄の人でね。沖縄の人。水彩画？うん、油です。油絵を。はいはい。お、もう小さい時から、小学校、中学校。ね、中学終わってすぐからかな。ああ、そうなんだ。原先生に出会って、うん、わおと思って。沖縄の人なんですよね。それで沖縄返還の時に、沖縄に行って、うん、わおわ騒いでるのをちょっと眺めてきたみたいな。まあその先生について、あ、絵を少し。その先生には絵以外で何か感化されましたか？うんうんうん、なんか影響を受けました？絵以外のことで。その先生にですか？うん、いや無事どうってもない、野心家の先生なので、ギラギラ感がすごかったです、ね。え？ギラギラ感。ギラギラ感がすごかった。そうそうそう。ちょっとそういう人は合わないよね、あんまり。うまくはないけど、そんなことない。なんか落っついていけなかったですね。年も離れてたでしょ？え？年も離れてたでしょ、原先生と。うん。それでまあ、原先生との出会いがあって、絵を、油絵を描いていて、すいません、浅野さん、はい、こんな話誰も聞きたくないんじゃない？いやいやいや、まず聞きたくない話から言って、だんだん聞きたいより、こうだんだん持っていくの、盛り上げていくのよ。あ、そう、はい、じゃあ聞きたくないということであるので、それ本人が言っちゃダメよ。じゃあポンと国際羊毛事務局に行きますか？はい、わかりました。はいはい、はい、あ、まあ、絵を、ある意味あるところで断念してフラフラしてたら、うん、まあある人が紹介で、国際羊毛事務局というところに人がいないか行きなさいと言われて、うん、それで私は面接とか働くとかいう気はなかったんですね。こうタイムカードをして働くなんて想像つかなかったので、あなたは何、面接をさせ、面接さしたんですよね。その一応だから、そこに就職を希望したんでしょ、面接したってことね。いやいや、だからさ、お世話になった人の紹介だから、うん、面接にとにかく行って、
何ができますか。私は何にもできません。英語もできません。ファイリングもできません。タイプもできません。何一つできませんって言って面接したんですよ。その面接した人が沢地秀夫さんっていう人で、うん、沢地秀夫さんって沢地秀夫さんね、うん、でその人と面接して、私は何もできませんって言ったら受かっちゃったんですね。うん、なんか知らないけど、なんか知らないけど、なんか沢地秀夫さんがこの子はちょっとなんか面白いなってピンとくるものあったんでしょうね、それはね。よくわかんないけど、で受かって、それでまあ、あの行ったんですよ、出社して、うん、でそこはなんとタイムカードのない組織なんですね。はい、よかったと思ってね。よかった、ものすごくよかった。で本当のど真ん中、赤坂ですね、アメリカ大使館の隣です、ね。ああ、ど真ん中だ、うん。ど真ん中。アメリカ大使館の近くね。そうです。もうアメリカ大使館のすぐ隣ですね。ああ、そうなんだ。うん。それでアメリカ大使館襲撃事件があったとき、私5階からずっと見てましたね。そうなんね。そうそう、そしたら。これはこぼれ話で。うん。で、本来の方で、でもとにかく仕事するタイムカードないなくても一応出勤して、でどんな仕事したの？まず最初は、あの、ボス、その沢地秀夫さんの、セクレタリーのアシスタントという位置づけで、うん、クオリティコントロールという、まあ、部があるんですけど、その部の部員の面倒を見る、まあ、コピー取ったり、まあ、いろんなその雑用係ですね。雑用係。うん、それで働くっていうことを初めてしたんです。うんうん、そのうちもうあれでしょ、見込まれてたなんかで、その沢地さんのセクレタリーそのものになるんでしょ。そうそう、あのどうしてか、どうしてそうなったかっていうと、1年、確か1年だったと思うんですよ、2年かな、夢中で働くっていうことをやったんです。どうしてやったかっていうと、周りにいる女たちがすごいかっこいいんですよ。うん、もう美しいし、仕事はできるし、うん、まあすごいなって、こういう女性が世の中にいるんだっていうことにすごく刺激を受けて、うん、私もああいう女になりたい。とムクムクと思ってですね、仕事としては夜勉強に通い、タイプの勉強に通い、英語の勉強に通いっていう2年ぐらい徹底的に勉強しましたね。それでタイプはナンバーワンになったんですね。おでその時にその私の上の下田真由美さんという人が結婚されるのでお辞めになるということで、うん、まあ、私がじゃあセクレタリーになって、なったらどうですかっていうことがあって、でアシスタントの方はどなたか雇ってくださいと言われて、いや私アシスタントいらないと一人で全部やるって言って二人分をやったんですよ、うん、でそれを丸1年ガンガンやって、でオーバーワークって一切ない、IWS は年俸なんですね、残業というのは一切ない、年俸でボンボンとくるんですね。で、まあ、国際的なね、そうそう、37カ国にブランチがありましたからね、うん、でアシスタントつけないで全部一人でやって、毎年ボスの部屋にこう呼ばれて、毎年こうサラリーの提示があるんですね。あなたは年俸いくら、あなたは年俸いくら、で私の番になっていってもらったらば、まあ、通常の上がり幅なので、あれこれ嫌だなと思って、まあ、スケジュール全部ボスのスケジュール私が管理してますから、ここに5分あるっていうのは分かりますよね。でそこで5分で自分でスケジュールを確保してボスの部屋に行って、このサラリーだったら私は嫌だとやめるって言ったら、ちょっと待てと、ロンドンとロンドンが本部なので交渉するって言って 50% だったんですよ。もうそんなことやってましたね。だから仕事はすごく面白かった、そうなんだ、道中楽しかった。だからそんなところに行くつもりなかったけど、なんか変なことで入っちゃって、そしたらば周りの人に刺激を受けて、うん、私も頑張るとなって頑張って、そしてだからそういうこともあって、あれでしょ、そのトップの沢地さんに、ま、非常に可愛がられてっていうか、可愛がられたっていうのもあるし、私はその仕事のやり方とか考え方とかマネジメントとか、うん、そういうのを知らないうちに彼からすごく学んで、学んだのね、うん、だからこのケアセンターやはらぎを作って34年目に入るけれど、今700人の職員が動いていて、3000人以上の利用者様のケアをさせていただいているんですけど、うん、で施設は12カ所目、今建設中で10月1日オープンですが、
そういう、まあ、施設も12箇所、まあ、老犬特養、グループホーム等々等々、12箇所作って、もうこれはやっぱり佐知さんのこうお仕事の進め方とか考え方にすごく感化された。なるほど、よかった。全てのことは佐知さんから始まった、全てのことは国際養護事務局が原点っていうかなんですね。まあ、働くっていうか仕事の進め方とか考え方、進め方とかね、うんうん、いやいや、だからそこから、いや、そこに飛んでよかったね、そこでね、よかった。そこでどのぐらいいたんですか？7年半、約8年ですね。あ、結構長くいたの。はい、はい、あのそのセクレタリーを4年やっても飽きたから、私飽きっぽいので、飽きたから、雇われてる人も私これ飽きたからって普通言わないんですよ。だって言ったんですよ。うん、言ったのね、飽きたからって。飽きたから商品企画のセクションに行きたいと。うん、で、分かったっつって、まあ、1年間ファッションの勉強してんで、すぐに商品企画に移ったんです。で、これがまたすごく面白かったんです。うん、そうなんだ。うん、めちゃくちゃ半端じゃなく、何億何十億っていう商売を、日系だとか大同毛織だとか、大手の毛織、まあ、屋さんとか、デパートの売り場を何十平米をウールマーク商品で埋めるとか、ものすごい景気のいい時だったんですね、日本はね。まあそういうような。実績上げたんでしょ、随分。え？実績上げたでしょ、そういうところ。上げた、上げた。めちゃ上げた。また給与を上げてもらえるじゃないですか。ただね、IWS って儲けちゃいけない、財産を持っちゃいけないっていうんで、法務省に登記するところがないんですよ。利益を求めちゃいけない組織なの。あ、そういうね、財団みたいなもんなの、これ。そうそう。ああ、そうか。圧迫的に言えば財団、特別なんですよね。事務局が国際用の事務局でも、バジェットはすごい金動かしてるんだけど、うん、やっぱり日本、世界で一つしかない組織形態なんですよ。なるほど。だから、株式会社でないわけですね。じゃないです。有限でもない。利益を上げないノンプロフィットオーガニゼーションなんだね。そうです、そうです。ああ、そうですか。まあ、そこで4年間はまた新しい仕事で、うん、そのバリバリやって、そうです。ああ、楽しい。でも、8年で辞めちゃったわけね。そうそう。辞めたっていうのも辞めざるを得なかった。辞めざるを得なかった。なんでかな？なんでかなっていうと、ひょんなことで結婚をしてしまったの。あ、そこに勤めてる時に、うん、その時に、うん、ね、もう大体行ってくぞと思った。結婚というのはひょんなことで結婚するんです。そうなの、ひょんなことで、うん、でひょんなことで妊娠をして、うん、ね、海育て働くっていうことができない、うん、というのでもう悩みに悩み、泣きに泣いて IWS を辞めたんです。ああ、それだけ面白かったからね。うん、やめたくなかったよね。まあ、私は妊娠に耐えられない体だとおじにずっと言われてたので。そうだよね。うん。心臓関係人とともありだもんね。そう、3人目の子は中毒症で死産です。うん、だから死んで育てられなかった。ああ。だからもう体的にはもう悲鳴を上げてたという状況なんですね。それで本当泣く泣く辞めざるを得なかったわけですね。そうで、泣く泣く辞めざるを得なくてお家にいた時に、うん、友達が障害を持ってる人が駅にエレベーターをつけたい。あ、その時にね、それがそのエピソードだ。ちょっと詳しく話してください。うん、だからひょんなことで結婚し妊娠して時に仕事を辞めてうちにいて、私すっごいつわりがひどくて。半分入院せざるを得ないような状況だったんですよ。そう、それでその時に友達が、障害を持ってる人がね、実家に新潟に帰ろうとした。障害を持ってる人っていうのは身体的障害ですね。身体障害者。車椅子。で、長岡に新潟に帰ろうとしたら2年。車椅子の人は2日前に電車に乗るというふうに言わないと、国鉄でしたよ、その当時。電車に乗せないって書いてあったわけですよ。えって驚いて、結局彼はお母様の死に目に遭えなかったんですね。で、彼は先天性の、障害を持って生まれて、
まあ、私もその生まれて初めて車椅子の人とか障害者の受産施設というところに、まあ、行ってね、すごく驚いて、ああ書いてあるね、そうそう、そのくだりです。まあ、そういう状況の中で高橋治さんという人と出会いました。高橋治さんね、うんうん、で、うん、彼はもう天才的に頭いいし記憶力、ただ両手はまあ拘縮して、鉛筆も持てない、お茶はもう何も何もできないって、こういう状態で、こっちもこういう状態で、背骨がどんどん曲がってくる病気で、左足がまっすぐで、右足がまっすぐで、左足がこういうふうに曲がってて、まあそのまんまで車椅子に乗ってるという状況の人でしたね。で、まあと私のうちにしょっちゅう泊まってたんですけど、彼が泊まるって言っても、私たち、うちは2階が住居で、下が全部店舗として貸してた家だったんですね、うん、最初。2階に上がるのに彼をおんぶしてあげなきゃいけない。で、その彼は80キロぐらいあって、とにかく。その頃も春江さんは、そのつわりとかそういうのを終わってたのね。うん、だから、その高橋治さんと出会ったのは、子供が1歳、ちょっとぐらいだったかな、うん、の時からですね。だから子供の、まあ、出産はもうした後でしたね、うん、まあ、そういう、まあ、いろんなことがあって、高橋治さんがエレベーターをつけたいと駅にね、うんうん、でそのどうして私がそこに合意したかというと2つあって、高橋治さんと出会って、そのある実際施設に入所してたんですが、そこにボランティアで行くわけですよ。そうするとそうボランティアで行ったの、うん、しょっちゅう行ってた。でボランティア行って買い物したいから駅の方まで行きたいっていうと、電動車椅子に乗ってたので、電動車椅子に乗って高橋さんが乗ると約140キロぐらいになっちゃうんです。そうだね、うん、でその10センチ、まあ5センチでもいいんですけど、段差が百何十キロ私が上げられないんですよ、うん、そうすると通行人の人でも誰でも、すいませんすいません、ちょっと手伝ってくださいっていうことを、もう何十人もの人に声をかけていかなきゃならない。そうじゃないと駅のまで歩いて15分内のところでも30分1時間かかるわけですよね、うん、あ、これってこういう、だから すいません人生なんですよ。うん、その人はね。どんなと、うん、もう 何するんでもすいませんなんですよ。うん、で、当時、立川の駅を改修するっていうので、橋上駅、階段を上って、上に行ってから改札して、下に降りて、ホームに降りて、電車に乗るという、そういう駅に改装するということで、車椅子の人たちはみんなこう、担いで、あげなきゃいけない、うんうん、百何十キロだと4人必要なんですよ、4人。そうだね、うん、で当時 厚労省って言わなかったですね、厚生省だったんですよ、うん、で私たち厚生省交渉っていうのをやろうと、ね、国鉄は金を出さないって言い出してたんですよ、エレベーターつけてほしいって何度も言ったけど、うん、っていうのはいろんな交渉ごとをやっていくのに、4人の人を集めることの大変さ、そして橋上駅を作るんだったらエレベーターをつけてもらわなければ動きが取れないということで、車椅子の人とか内部疾患の人とか、だから車椅子マークをつけないで交通弱者という言葉で、どんな人も乗れるようなエレベーターをつけてほしいと。そしたらば国鉄、まあ当時の国鉄ですけど、国鉄は車椅子マークをつけないとダメだって言い出して、ダメなんだって言うんですよ。で、まあ、それとの戦いが随分長かったんですね。相手は国鉄。だったら運輸省じゃないの？国鉄？国鉄、相手は。相手は国鉄。最初の頃は国鉄。いや、国鉄って運輸省ですか？運輸省よ。うん、運輸省には行ってないね。行ってないの？うん。うん、国鉄本社、東京駅の前にありました。そうそう、高橋治さん。滝沢一郎さんからチャットに入ってます。
うん、まあそういう顛末があって、あのまあそう、さまざまなことがあって16年かけて立川の駅に5基 の、 あのエレベーターがつけました。その時にはもう民営化されてた時ですね。そうだね、16年かかったの。はい、うん、だから立川駅じゃなくていくつかの駅でエレベーターついたでしょ。はい、そうだよね。はい、じゃあ浅野さん、16年どうしてかかったか、はい、もしくは16年かけたかっていう問いが出ますよ、ね、16年どうしてそんなにかかったんですか、こんな簡単なことが、はい、要は権力者を使わなかったからですよね。国会議員だとか、うん、そういう人たちをお願いしに行ってエレベーターをつけてほしいというお願いを一切してない。まあ正攻法で行こうと。だから運動論だけなんですよね、まあキザに言えば。うん、それで、まあ、署名運動やら、その、まあ陳情やら。で結局ね、結論から言うと、この、エレベーターをつけるためにはなんか高架線を動かしたり、まあ、いろんな作業をしなきゃいけない。で当時 JR になってたものですから、その工事費用は立川市が出すという格好にさせたんですよ。だから私たちは立川市との交渉にしたんですね、うん、国鉄はもう引いても叩いても何してももう動かないということで、その改修費用については立川市の方で出してもらえないかという運動論に変えたわけです、うん、そして市が5億8000万ぐらいですかね、立川市が出してエレベーターを作る、うん、おー、立川市が出すって決まった時は開催を挙げたでしょ、やった、うん、それね、市長がやりたいって言ったんですよ、テープカットとかね、そういうの、うん、いいじゃない、やだ、ダメだ、やらないって言って、やらないかった、やりません、うん、で新聞記者なんかも来てなんかやろうやろうって言ってたらしいんですけど、私たちはそういうことはやらない。いいじゃない、鼻持たしちゃったって、ダメ、やらない、私心が狭いんですよ、やらない、うん、あの全国でね、町田駅が先ついてたんですよ、うん、あの市長の一言でね、町田駅は。で私たちはもう市民運動として16年約ねかけて作ったという、全然違うわけですよね、うん、でそして市長に花持たすっていうのもありやったけども、こんなことで喜んじゃったらこれで終わりになっちゃうでしょ、だって続けていかなきゃいけないわけですよ、どの駅にもなきゃいけないわけですよ、というのでやらないというので、2つの理由というのはその理由で16年近くかかったって話です、うんうん、まあいいかな、だから偉い人に頼むとかなんとかっていうのを潔しとしなかったのね、自分たちの運動で自分たちの志でこれを実現すると。そう、だって国会議員とかね、市会議員頼めばそいつらのやつに手柄になるわけだけですからね、うん、まあ、別にその言葉遣いは大変申し訳ない、悪いけど、え、いや、普通にやってください、普通にっていうか、うん、自然にやれば言葉遣いは悪くなんだからいいの、はい、うん、ここでカッコつけなくていいからね。それでだけどそういう過程も通じて、なんか理不尽なものにと戦うっていう気持ちができたでしょ。いや、だからそれが理不尽かどうかっていうのはすごいクエスチョンマーク午後ですけど、え、そうでもなかった、うん、うん、理不尽も何でもないですよ、はい、当たり前のことが当たり前にできてないっていうことでしょ。だから壁を感じたでしょ。めちゃくちゃ感じたっていう怒りですね、私だから原点は怒りですよ、はい、うんうん、それで初めてね、高橋治さんがいる障害者施設に行った時、女性の子宮を取ってる、ね、ああ、うん、そういう優生保護法のことも目の当たりしてるんですよ、その当時、うんうん、でもあの時に私はえって驚いたまんまほっといたんですよね。それをすごい後悔してます、うん、なぜあの時に立ち上がらなかったんだいお前はって自分をなんか怒ってるんですけど、うん、だからあの時のそのショックとか怒りは
まあ、それもね、まあ、今に続いてるっていうことがあるわけですね。それでその高橋治さんはどうしたんですか？亡くなりました。亡くなったの、うん、今から13年ぐらい経つかな。もう13年でも結構長くは生きたんですね。51年で死んだと思います。そうですか。まあ、私が親代わりみたいに、うんうん、だってうちに住まわしたんでしょ。住まわしたって、まあ、半分ぐらいですね。あのでも最後の方はもうアパート、あのいや最後っていうかアパートに帰って一人暮らしをすることを私たちはサポートするという方向性はあの合意してたので、うん、ただなかなかね、あの一人の障害を持ってる人が一人暮らしをするのに40人ぐらいのボランティアがいないと組み立てられないんですよね。 そうですね、うん、それがもう年々大変になってきたっていうのと、やっぱり人はやっぱりいろんな問題を起こすわけで、うんね、それしょうがないってしょうがないんだけど、それをこうまとめなきゃいけない、おせっかいおばさんが必要で、そうするとまあ避難所として私の家に来ると。こんなことをしていながら、こうやって話し飛んでいいのかな、うん、なんか立川駅の近くの商店街っていうか、そこで飲み屋さんやったんっていう話はそんなに。そのいい飲み屋やりましたよ。飲み屋やった、なんでまた。暇だったから。まあ、だからあの そのこっちのその筋は IWS 辞めて妊娠して IWS 辞めましたと。で、出産しましたと。で、私ね、うちにいるのは嫌なんですよ。ああ。うん。だからまた働こう。で、IWS 行くと。出産して少し楽になってすぐに始めたのね、その夜の商売を。そう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 。だから、子供1歳半ぐらいの時だったと思いますけどね。もううちにいることはもう川の鳥みたいな生活が真っ平ごめんなので。あ、でも考えてみたら、その1歳半ぐらいのお子さんを誰がどうやって面倒見たの、そのお店やってる時は。まあ、自営業者だったので、うん、うちで、まあ、義理の父母はいるし、自営業者はいっぱいいるし、まあ、ベビーシッターも雇ってたし、金で解決できるとかしちゃえっていう。なるほど、なるほど。で、いうのと、まあ、その間いろいろあったんだけど、うん、とにかくじゃあ、なんか、外に出ちゃダメだもん、なんかグレーで言うたら、分かった、それじゃあ私飲み屋やるわ、そうやってやれるものはやってごらんみたいな。まあ、そういう。どっかやるっつって、それで飲み屋やるっていう発想がまたすごいよね。いや、だってちまちましたの嫌だったんですよ。いや、それでね、春江さんの性格とあれだから、その飲み屋も結構流行ったでしょ。めっちゃ流行った。なんか肝っ玉おばさんっていうのかなんかがいて、ガッポ儲かった。でそのお金がなかったらエレベーター運動は続かなかったですよ。だって毎週土曜日に、そこにもつながるんだ。そうよ、毎週土曜日にビラ巻きしてたんですよ、立川の駅前でエレベーター運動っていうか、そういうのあってたのね。え、だからそれでビラ巻きが終われば、みんなボランティア連れてきて、売るほど酒があるし、うん、ご飯いっぱい炊いといてあげて、おにぎりなのその辺つまみ出して、ああ、そうだね、色気で売るような店じゃないからね。そう。いやいや、だからね、運動論っていうのは胃袋ですよ。胃袋ね。はい。だけど、飲み屋と胃袋とどう関係あるの？まあ、うん。お腹いっぱいになんなきゃ戦える。運動やってる人を、その、なんだっけ、ストーンリバー。違う。リバーストーン。違う。全米。全米だった？うん。それリバーストーンの方は喫茶店。2店やつなの、2店。2軒やったのか。うん、あ、全米ってしたら和食だね、和食っていうか。和食。小料理屋。ボリにボッタ。あ、お金のある人からはね。うん、嫌な客からは。うん、まあ、浅野さんみたいな人が来たら、ボラれ、私はボルのよ。誰みたいな人？浅野さんみたいな、ね、嫌な客からは。え？嫌な客？
ボルに掘るのよ。そうなんですか。面白い話聞いた。でそれボルに掘ったからそれ随分儲かるわけよね。でね、お店にザルで、私はこういう、うん、あのエレベーター運動やってるというのをこう脳書きを書いてるから、もうね、万札がバンバン入ったの。あのご協力、ご寄付お願いしますと。で、そのお金があったから、もう毎週土曜日ビラは負けるし、うんね、ボランティアさん の, あ, のあれもできるし、もう本当にいい時代でしたね。そうだね。いや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 。だから飲み屋というのは社会的リハビリの場なんだよね。まあね。こんなにね、飲み屋のある国はないよ。元気もらいに行くんだもんね。そう、うん、だから私はそうエレベーター運動をやってるっていうのを書いてほらやるでしょと、閉店9時なんだけど10時11時まで残ってる おじさんがいるの、うん、そのおじさんは必ず私に相談したい人なの。もう雰囲気が分かってきた。でも男性は自分のうちの お子様がね、なんかちょっと問題があるというのに相談する場がないんだよ。うん、ね、母さんと同士は なんだかんだいろいろあるし、私もいろんなところ呼ばれるんだけど、お父さん本当すごく子供のことを心配してるんだけど、どういうふうに相談していいかわから、どこ行ったらいいかわからないっていう時代だったね。なるほど、うん、まあ、そうすると私をいい、ね、お店をやったっていうのは本当にいいことだったね。いいことですよ。相談にで、あの相談を受ける方もいろんな 人の人生を知るじゃないですか、うん、人生。いや飲み屋私は今でも飲み屋やりたいです。今までいろんなことやってきたけど飲み屋が一番いい。あ、まあね、うんうん、でも知ってる、もうあの時ほど若くないんですよ。いいよ。いいの、うん。はい、真っ当に年を取ってればいいんです。そうだね、うん、その魅力でね。まあそれでそんなところで、だから春江さんと私はどこで会ったか。変な女に会いました、変なところで会いましたって、変なところで会ったのね。僕が厚生省社会局生活課長をやってる時に、僕の方でちょっとあれを言うと、あのうちの職員がね、昨日だかなんだか鹿原江さんと人の話を聞きに行ったとか、なんかその会に行ったとかなんかで、鹿原江さんってすごく面白い人でね、課長と絶対話し合うと思いますよっていうことを聞いてたのよ。そこは知らなかったでしょ。知らない、知らない。それでそれ聞いて、あ、じゃあ僕も鹿原江さんと会いに行こうと思って連絡先を聞いて連絡して立川に行ったのよ。そうでした。そうだよ。全然覚えてない。全然覚えてないでしょ、年だから。あのシンポジウムじゃなかった？いや、そう、シンポジウム私が出てたんじゃなくて、多分その。いや、本当ですよ。え、それはね、もちろんだから知り合ってから一緒にシンポジウムなんか行ったけど。その、そもそものきっかけは、うちの社会局生活課の職員が、うん、そのシンポジウムでかなんかで、鹿原さんっていう人の話を聞いて、うん、この人すごく面白いと、うん、変な女とは言わなかったけど面白いって言った。とにかく興味深い。その人偉い。え？その見る目がある、うん、偉い。やっちゃうよ。だからそのね、その人偉い人が言ったから私も興味持って、それで連絡して会いに行ったのよ。その立川の、うん、やわらぎっていうとんでもないところに、うん、でその、まあ、その会いに行ったのはいいんだけど、そのやわらぎってやつ、まあ、僕も行ってびっくりしたっていうか、なんか汚ねえ。飲み屋の後なのよ、あれ。え？飲み屋の後。うん、だから飲み屋ならいいんだけど、飲み屋、なんかとにかく。本当汚かったよね。え、本当汚かったよね。いや、でまだいいんだ、あれ、床張ったりいろいろして、よくなったんだ、あれで。その頃行ったのかな？なんかどっかから拾ってきたような椅子とか机とかソファーとかあって、そうそう、広いもん、みんな広いもん。
何やってんですかっていうことになって、何やってたんですかあの頃は、その和らぎの24時間365日の在宅ケアですよ。そうなんだよね、今回ね、これ皆さんにお知らせするときにね、24時間365日の在宅ケアを日本で初めてやったところの今や代表ですっていうか、当時からね、うん、だけどそれはだけど何、どんなことがきっかけで始めて、いや簡単なんですよ。私たちボランティア、障害を持っている人たちにボランティアをやってて、ね、ずっと24時間必要なんですよ、うん、ケアは。そうだよね、うん、ところが行政 の, まあ、ヘルパーさんって家政婦、障害の家政婦さんなんだけど、家事援助しかしない、昼間しか来ない、週18時間しかないっていう縛りが全部あるわけで、それ以外のところ介護、家事援助じゃなくてね、お風呂の介助だとかトイレだとか、そういう介護に関わるところが全部私たちボランティアになってたのよ、うん、おかしくない？なかったからね、他にそういう資源がね。そう、うん、だけど税金を払ってやってる。だって家政婦、障害の家政婦さんのお金って税金でやってたのよ。 週8時間、あ、6時間券と柔軟時間券で2個あったのよ。で、私家政婦紹介所をオープンしようかって言ったら400万円の金を積まないと家政婦紹介所は認可して、あの当時労働省だね。で、あ、そういう仕組みかと。そんな400万もの金はないだし、なんでそういう金を積まなかったらいけないのかっていうのと、家政婦紹介所をいろいろ調べてみたら、家政婦さん、つまり働いてる人の身分保障だとか責任は全く取らないでいいっていう仕組みなのね。で、これはダメだというので任意団体で始めちゃったの。24時間365日をとにかく任意団体で始めちゃえと。そうじゃないと障害持ってる人、難病の人、ね、高齢者、ニーズはいっぱいあった。すごいみんな困ってた。だからそれもその派遣していくわけでしょ、その、そこの人に。だから24時間の介護をどうやったかって、契約を結んだわけよ。あ、その人とね、契約、ね、そう、だから、うん、契約において24時間のケアに行きますと。だから夜の11時12時に来てほしいという人は、できるだけうち の, ヘルパーさん、その当時はワーカーと呼んでたので、ワーカーさんは女性が多いから、夜中の11時12時に行ったり来たりするの危ないから、これはもうこの時間で泊まりという介護にしましょうとか、もういろんな縛り、決まりごとをして、24時間 の, 在宅ケアを日本で初めて。契約ってことは、その介護を受けてる人からお金を取るってことですね。もちろんです。そうです、ね、そうです。だから1対、やっぱ1対1っていうか、お金をいただいたものをそのままヘルパーさんに払う。だから和らぎは1円もマージンを取らないっていうことにしたんです、うん、1年間それをやったらば抵触すると、派遣法に。ああ、そうなんだ、うん、業を営んでることになるからね。そうだから、もういいと、そのまま向こう行けと、うん、その代わり和らぎの事務局を運営するために私の自腹をつぎ込み、うん、ともうどんどんなくなっていくから、うん、市に全部で10市ぐらいに毎年要望書とデータを出してましたね。お宅の市にこれだけの時間数のケアをしている、毎年行って市長交渉ですよ。まあ10市ぐらいに行ってましたね。どんどん増えるからニーズが。で、当テレビ新聞にガンガンうちが新聞に載っちゃうわけですよ、うん、そう、乗れば乗るほどニーズが来る。何を頼んだの？お金ちょうだいって頼んだの？いや、基本結論はそうだけど、そういう下品な言い方はしてません。支援してくださいと。つまりこのニーズを市役所、行政がやったら何億ですよねと。そのお金はじゃあどうするんですかと。でも私たちだったら今このぐらいのお金で実際運営できますというふうに両方提示、データを出したんです。そうだ、だから立川市には5万時間のケアに行ってます。国立は2万時間です。何々市は何万時間です。そういう利用のデータですね。それを行政換算したらすごいお金になるわけでしょ。だから私はやっぱりね、市民運動にしても、アントレプレナー、社会起業家にしてもね、データをカードを作って戦わないと
金ちょうだい困ってますね、なんとかしてよって、これこの文脈じゃないと思った。だからそれはデータっていう、何万件行ってます、何万人分行ってますって、からいわばその請求書を突きつけるようなもんだね。そうだね。ただそんなにあのぼったくりではなくて、その必要な分だけのギリギリ最低限でも、それだけはあなた方出す義務あるよみたいなもんですよね。そう、だから立川市、立川市の市長はもうお亡くなりになりましたよ、岸永さんですけど、あのこう370何万円とかって細かく私計算して、こんだけのお金がないとやわらいをやっていけないんだと、立川市のニーズに対して。石川さん、要望書というのはね、だいたい1000万2000万で来るんだよって言うから、市長余計な金はいらないんだと、余計な金を持てば私は、ね、余計なことを考えるから、これだけのとにかく助成をしてくれと、そしたら立川市の今のニーズはきちっとできるんだという交渉をしてたんですよ。そしたらば何にも言わなくても立川市市長は毎年100万ずつ上げてくれたんですよ。それで介護保険に突入したという状況ですね。なるほどね、うん、あれ逆にあのそれはその言われて出すっていうよりも、むしろその自分のところの市民がそういう介護を受けている、うん、本来なら行政が直接お金出しやらなくちゃいけないものを、うん、だから、まあ、それとうちでもやってほしい、うち の, あの住民にもそういうサービスしてほしいというふうになってきたんでしょ、うん、そうです。だから立川市は、まあ、中心やってたんですけど、隣の昭島市とか、まあ、国立とかこの近隣全部やってるわけですけど、あのたまたまなんかの言うで昭島市の市役所行ったんですよ。そしたらうちのビラがですよ、あの安いあのわらばんしの印刷したビラがカウンターに山のように積んであるんですよ、うん、向こうで勝手に印刷して困ったらここ行ってくださいれえっと驚いて、ちょっと課長ちょっと出てきてっつって、何これって、いやいや石川さん、いやあのうちも、ね、やれないニーズいっぱいあるんで、これ勝手にすってすって渡してるって言うんだよ。で私はちょっと怒り狂って、ちょっとね、うん、勘弁してくださいよと、お宅ね助成金なんぼうちにくれてるんだと、それはね市長交渉もう一回させてもらわないと私は納得できないし、勝手に印刷なんかして何してんだってめちゃ怒った。そしたらボンって上がりましたけどね。なるほど。いや、それともう一つね、結局あのおおたおあの結構 大人数の人のところに介護行ったけども、そのワーカーさんね、ワーカーさんどうやって集めたの、集まった？あのね、あの新聞っていうのはただでいろいろ記事に載るじゃない。だ記事にしたのね。いっぱい記事にしてくれてるんですよ。ああそうか、うん、それはすごいわ。でっていうのと、心の健康食パーティーっていうのを11年間あの飲み屋の仕事を組んで、あのやったり、うん、もう実際例えばね、あの明日の9時半からこういうあのこういう柔らぎ人参実践報告会、これ13回目なんですが、去年やれなかったんで13回になったんですが、うん、つまりこういうことをやってあの世の中に広めて、だからこれはあの今回はズームなんですけど、いつも立川市の女性センターで一般の人もよ来ていただいて、自分たちがやってる調査研究とか実践の QC 活動なんかをでプレゼンテーションするわけですよ。これでそういうことをやることによって、ニーズのある人とニーズを埋めたいという人、ニーズにそれ向かおうという人、両方の人たちが喚起されるわけですね。それであのワーカーさんもタダでやってるわけじゃないからね、ちゃんと一応あのちょっとしたアルバイト以上のものもらえてるわけでしょ、うんうん、しかもまああのやりがいがあるってこともあるよね。そう、こういう人たちのためにやってるというその充実感もあるしね、まあ、そうね、うちはね有資格者が今8割近いんですよ。あ、そうなんだ、うん、だから他でも本当は勤められるんだけどね。そう、介護福祉はあの支援をずっとしてましてね、だから資格を持って、あの介護はプロに家族は愛をという本を2000年に出したんですが、もう一回言って、介護はプロに家族は愛をという本。いい言葉だね、うん、当時はね、特に老人っていう高齢者の場合には介護は家族だったね。そうそうだよね、うん、ただね浅野さんね、
これはもう社会説法かもしれませんが、私たちの国も、まあ、医療、まあ、世界的にそうだけど、医療だって家族が担ってた時期がいっぱいあるわけですよ、長くあったわけ、ね、ところがこの外部化、この外部化っていうのはキーワードですよ。やっぱりね、近代医療、ヒポクラテスがやっぱりが近代医療というのは医療を家族から外部にした。外部化というのはすなわち社会化、社会化というのはすなわちプロ化なんですよね。で、専門職がちゃんと動くことによってその社会化がちゃんと成立する。これは介護もそうだということで、私は介護保険制度を作ることにものすごくご協力をさせていただきました。だからうちの仕組み ISO もそうです。そのシステムですね、そのシステムも私は寝たきりだと、寝たきりの医師会に、はい、そう、インターナショナル、スタンダードオーガニゼーション、うん、基準でしょ、基準っていうか ISO はね、 ISO はね、うん、はい、その ISO ももう20年、 ISO は21年、どなたかミュート外してください。ちょっと雑音が入ってるんですけど、はい、はい、すみません、続けてください、石川さん。まあ、ISO というのは国際基準で、それ21年間これも日本で最初です。介護福祉の領域で ISO を取ったのも日本で最初です。で、まあ、実践報告会というのは13年間ですね。で、うん、そうやって本当に、新しい水平線をこう自分でなんか開いていったっていうかね、うん、で、介護保険という公的な制度を作るにも随分貢献して、そういうことでどんどん進めていって、だそのやっぱり最初のところがすごく大事だよね。最初のやり方、志みたいなところね。で、うん、そこから始まって、まあ、そのままずっと今突き進んで、継続は力なりでずっとその何十年継続してきて、そこからどこに行くかな、ここからこの話はね。いや、うん、ちょっと一言。はい。だから、ケアセンターやあらぎを作った時は、私は40歳の時なんですね。そういうこともあったんだね、そういう時期も40歳。40歳で立ち上げて、今74歳。うん。だから34年目。そうだね、うん、だから人間ってやる気があって、志とはすなわち何かっていつも私は自問自答してたんですけど、志とは良き問いであると。良き問いがなければ志って生まれないんじゃないかっていうことをずっと考えていて、で、高橋治さんと私は出会わなかったら今の道はなかったんじゃないかなと。ああ、そうすると高橋治さんが良き問いを私に問い続けたんですよね。問いね、クエスチョンね、クエスチョン、うん、問い。でも私はその問いに答えられない、解がないというところに一時も二時ももがきながらも、やっぱり高橋治さんから問いを問い続けられているんだなっていうのは今も思いますね。今そうやって言ってるとね、本当にね、ものすごく立派に聞こえるんですよ。立派にね。いや、立派なんですよ。うん。で、それを、ね。何を言いたいんですか。いや、何を言いたいか、皮肉言ってんじゃないんだよ。皮肉でしょ。いやいや、まだまだ聞いてよ。それを、春江さんは、肩にそれほど力入ってるようには見えなくて、楽しげにやってるっていうところがすごいんですよ。それで私がその頃に知り合って、それで変な女に惚れてしまったってことで。あ、そうなの。そこに話持っていくのよ。あの歌はそんな変な、うん、もしもし、その変な女って私のことだったの。さっき歌ってたの、うん、まあちょっと近いかなと思ってね、うん、うん、これ水原ひろしのね、あんまりヒットしたんで、ヒットしなかった曲なんだけど、いいよ別に、いいよ、変な女っていうので、ちょうど今日いいかなと思ってね、うん、ちょっと よく覚えてないんで、でたらめなん、いやいや、真面目な話してるんだよ、今。で、
あのここで言ってる私が変な女って言ってるのはね、実は褒め言葉なんですよ。うん、そうそう、そこを聞きたかった。そうそう、うん、でその変な女にだからこの変な男が惚れちゃったということなのよ。あ、そうなの。うん、うん、お疲れさんです。変な女に会いました、変なところに会いました。下手な歌歌う、変な気持ちになっちゃってっていうのはね、やっぱりそのその何ていうか、あんまり頑張ってるように見えない、まなじり消してじゃなくて、ちょっと余裕を持って楽しげにやってるその姿に惚れちゃってって、そういう歌でして、だからそうすると変な女っていうのは褒め言葉だなって。まあ、めんどくせえな、ずいぶん長い、これちょっとごめん、ちょっと遊んでしまいました、はい、ということなんです。でも本当私はね、そこを言いたかったのよ。はい、わかりました、ありがとうございます。その今の真面目っていうかね、真面目っていうのと違うんだけど、真摯な子だけって言ったらばね、ちょっと周りも少し行き詰まる、うん、そうじゃなかったのよ、うん、飲み屋やりながら、だからそこでも寄付が集まったりするのよね、うん、はい、それで、うん、だんだん、だ今はもうものすごい規模でやってるでしょ。しかも、はい、在宅介護だけじゃなくて、施設介護、いわゆる老人ホームもやるようになって、はい、これがまたすごいんだよね。うん、まあ、老健も。何人、その、社員っていうか、従業員がいるんですか。それはさっき言ったように700名ぐらいですけど、700名。それ、社会福祉法人でやってるの。社会福祉法人と NPO 法人ケアセンターやらぎが合わせて700名ですね。で、施設、まあ、デイサービスとか特養老健全部グループホーム合わせると12箇所、山梨県から杉並区までですね、うん、でそこで働いてる人が1000人近い。700、そこで対象にして、そこでお世話してる人は1000人ぐらい、全部在宅も合わせれば3000人ぐらいいるんじゃないかなぐらい、うん、と思いますね。数えるの嫌なんですよね。そういうところをやってるんだから、すごい。変なこと聞いていいですか。はい。儲かりますか。これ儲かる事業じゃないんですよ。儲かる事業じゃないのね、うん、はい、というのは一つと、うん、儲けるためにはやってない。そうだよね。私、儲けるためだったらね、飲み屋やってますよ。社会福祉法人は儲けちゃいけないんだから。うん、だいたいね、ただし給料もいっぱい払いたいし、うん、ね、だからどうやってチャラにするか、もうどうやったらチャラにするか。それで、ね、結局それはむしろ儲けるっていうよりも、そのサービスっていうか、それの質ですよね、うん、ですごく質がいいっていうか、評判いいんでしょ、そのおかげさまで、いろんなところがね。ありがとうございます。これやっぱりトップ理事長の志っていうか、それが従業員の人にも浸透してるわけですよね。いや、全部に浸透してるとは思えないです。それなんかコツありますか。うん、だからさっき言ったように、こういういろんな仕掛けを考えて、実践報告会やってみたり、うん、ISO を取ってみたり、もうさまざまな仕掛けで、よく質問されるのは、職員さんのモチベーションをどういうふうに上げますかとか聞かれるんですよね、いろんなインタビューなんかで。で、私は社員さんというか職員さんのモチベーションを上げるために何かを法人がするということは一切ない。仕事って、そうです。仕事というのは自分の人生だから。で、別にチヤホヤしてもらおうなんて思って来てる人は一人もいないはずなんですよ。どのお仕事もね。なので、モチベーションを上げるために何かするってことはしない。だけれど、働くという意味ですね。旗を楽にする、私の周りにいる大事な人、旗にいる人たち のためにね、どういうふうにしていくかっていうのは、旗を楽にすることを旗楽というっていうふうに私は考えているので、そのためにはいろんなこう、まあ、仕掛けが必要なんですよ。こういう研究報告会とか、まあ、いろんなこう仕掛け、だんだん認知症予防、だんだんダンスをやってみたり、小型から の児童虐待予防推進事業っていうのを勝手にやってるんですよ。これがWAMで調査研究費をもらって、うん、この後に そっちに行こうかと思ったけど、まあ、うん、うん、だからそういうことをやっていることが、まあ、職員さん
とのこうコミュニケーションが結構いいかなっていう感じはしますけどね。だから職員さんもこの事業体はすごく旗を楽にするいいことをしてるっていう、それに自分が関わってるってことがモチベーションですね。うん、まあいいことをしてるって言われちゃうと、やりがいのあること、まあだって人生でしょ、働くってご飯、ね、人生って何かって、ご飯食べてうんこして寝ることですよ。そのご飯食べてうんこして寝ることは、なんでこんなことを言うかっていうとですね、同じようなことをやってる老人ホームなりね、はい、そういうところでその介護に当たってる人のが、まあ、燃え尽きたりですね、待遇が悪かったということでどんどん辞めていったり、うん、ということがあるんだけど、春田さんとこの人参やわらぎねというところでは、うん、そういうことではないですよねっていうのは何でしょうかね、秘密はってことで今言い出したんです。いやいや、うちも辞める人いますよ。いや、それはそうでしょう。いろんな事情がある。だし、もうで、辞めてもいいんですよ。うん、ずっと職員が辞めないでいたら、もう利用者か職員か分かんなくなっちゃうからね。だから辞めて循環、こう、循環をする。循環をしていく。逆に見ていて、これ辞めさせたいと思う人もいるわけでしょ？もちろん。ねえ。うん、そういうことで。循環を図ってね、いい人だけ残ると。そうです。うん、その循環がうまく、生態系がこういうふうに作れれば、いいんですよ。経営という、なんですか。私、経営大好きなんですよ。若い頃の経験もあってね。っていうか、面白い。うん。だって自分でやりたくて始めたことなんだからさ、楽しまなきゃ損でしょ。そうだね。はい。ちょっと、ごめん、話をそらすっていうか、次に、その児童虐待の話あったでしょ。はい。この前なんか、どっか会合に行ったら、一生懸命、あれさんが児童の問題、児童虐待の問題があれだって言って、ものすごく、なんか昔を思い出すように熱心にやってたじゃないですか。あれは何ですか、きっかけは。ですね、今から6年ぐらい前に、東海若手企業塾という、まあ、これブラザーさんがスポンサーで、東海地域 のアントレプレナーですね、社会企業コースを育てる塾をやってて、私はもうずっとそのメンターをやってたんですね。その時に、あれ今春江さん、石川さんのあれが社会企業家ってんじゃなかった？社会企業家の母って言われてるんです。社会企業家のババ？母ね。母の人。うん、社会で、ちょっとごめんなさい、あちこちで。その前に立教大学の大学院で、15年忘れてました。ね、うん、それもなん、それはどういうきっかけで。どっち、まあまあ、じゃあちょっとね、浅野さんちょっと黙っててくれる？はい。はい、どうぞ食べて、うん。まず、小畑から、児童虐待推進事業というのは、その東海若手にエントリーしてきた絵本作家の成川さんという人がエントリーしてきて私と出会ったんです。で、その彼が児童虐待の絵本を作りたいということで、私も眠っていた昔の絵描き根性がこうわわわって湧き出して、それで絵本を3冊作りました。で、申し訳ない、このお話を聞いてくださっている皆様方に、子どもの子は漢字です。子どもの子に、は、宝はひらがなです。子は宝というのをウェブで引いて検索してみていただくと、成川さんと私の対談だとか、その絵本ね、3冊の辺、この絵本はセリフはありません。それから、遊ぼうレシピって言って、お家にある空き箱とか、まあ、いろんな捨てていいようなものを、ペットボトルとかね、そういうもので工作、いろんなものを作って、それで関係性を作る。虐待はやっぱり関係性が作れない、もしくは作ることが困難みたいなところってかなりあって、0歳の子を、まあ、虐待したり死なせてしまうのは母親が8割ぐらいなんですね。で、そういう現実も私も成川さんと出会って知ってですね、で、ぜひこの事業をやろうということで、
絵本を作って、今あの東海地方の 5つの市で取り組んでいただいて、今度あの千葉のですね、いすみ鉄道、列車、鉄道のこう列車の中でワークショップをやろうというような話もあったりしてですね、ぜひ何かあのあったら、で、あのご希望の方にはこの、児童虐待予防推進事業、児童虐待ケースアスメント調査って言って、本当に虐待を受けた30人の人のヒアリングを全部しました。これね、あ、そうです、そうです、それです。で、30人 の、 あの虐待を受けた人たちの本当にリアルな調査報告をしてます。で、またこれは来年度もあの WAM の方で調査研究費をもらうことはもう決まりましたので、継続してですね、あのやっていきたいと。あの私たちの国で児童虐待、まあ、虐待もあの本当にデータがない、データっていう言い方がいいかどうか分かんないけど、実態がなかなか把握できてない、もしくはあったとしてもそれがうまく公表されてないんじゃないかというところに、まあ、私自身がいるということが一つです。ですので、ぜひご関心ある方はあのメールをいただければ報告書をお送りします。それから立教大学立教大学大学院21世紀社会デザイン研究科っていうところで15年、教えてまして、70歳で定年しました。まあこれはあの社会デザインというのはキーワードですね。あの社会デザインというキーワードで、これをあの命名した北山先生とか中村先生とかとですね、まあ、あの私第一期から非常勤講師、まあ、兼任講師というんですけど、立教はですね、それであの、教えてきた。で、今日はあの私の石川ゼミの人たちに こういうのミラクルテレビに出るよというインフォメーションしたので、数名ひょっとしたらこのにズームに入ってるかもしれません。まあそこであの社会起業家とかですね、まあ、いろんなフィールドワークとかですね、合宿とか、まあ、いろんなことをしてきましたということですね。あの、なんていうんですかね、わらじをいくつも履きながらなんか突っ走ってきたっていう感じなんですかね。まあ自分はあんまりよく分かんないんですけども、ただあのここ肩にこう私はなんか頑張ってます風の、 あの人にはなりたくないなというのは私の美意識としてあって、なんか見てるだけでしんどくなるようなのは嫌なので、なんかふざけながら楽しいながらやっていかないと、なんかそのこうすごいピアニストもなんかすごい真剣に練習してやってるピアニストが美しいとは思わないので、まあそんな感じですかね、74年間というとこです。なんか一人でおまとめになりましたね。まだ終わんないんで、ああそう、あの質問を受ければいいんじゃないですか。質問を受けるまで別に取ってあるのよ、うん、質問を受けるまでちょっともう少し喋らせなくちゃいけないんです、私の立場としてね、うん、いやまあじゃあ質問っていうか、その肩に力が入んないでいろんな寄り道してったのね、うん、寄り道ってのはなんかいろんなきっかけがあるんで、誰さんに会って、あの誰だっけ、鳴川さんに会って、うん、絵本を作って、それが子ども向けの虐待だったりとか、まあ、だんだんそうやって広がっていくんですよね、うん、するとさてこれからね、これからの人生まだ あるでしょ、うん、これからどういうふうな生き方をしていくつもりですか？あのね、コロナ禍でね、うん、会議とか、なんかそういうのはなくなったじゃないですか、去年から。それで、少々肉もついてきたし、なんか読みたい本も読めるようになったし、なんかで落語を聞きながら一杯飲んでるっていうのは最高至福の時で、でもでデッサンなんかね、仏像、父が100体以上の仏像を彫って
そうだね、残して死んじゃったんで、その仏像をデッサンしたいですね。まあまあまあ、まあ、そんなことしてたんですけど、1年飽きるよね、やっぱりね。そうだね。一人遊び。走り続けてきた人が急にこう、うん、止まろうとするっていうか、あのスローダウンできないよね。でね、あの今の質問に答えるならば、4年半で一応死のうかなと。ああ。あとね。ぜひそうしてください。いやいや、冗談です、冗談です。まあ、そのぐらいのスパンかなと。まあ、自分で一応4年半だろうなと思ってるわけね。うん。うん、こういうふうに動けてね、酒飲んで、わーわー言えるのがね。で、どうしたらいいかなっていうのは、ちょっとこれから真面目に考えた方がいいのか、まあ今まで通り、まあなるようにしかならないしね、考えたってどうしようもないことを考えたってしゃあないわけだから、まあいいかなとかで、こう思いは知事に乱れて、ね、います、今の現状。ただこのコロナで考えなきゃいけないことは、ついこの間まで情報情報って言って大騒ぎしてたじゃないですか。その前はエネルギーエネルギーって大騒ぎしてたじゃないですか、世界中。じゃあその前は一体何で大騒ぎしてたのかというようなことを振り返るいい時間にもなってるなと思っています。ではこれからどうかなって。で、私は去年、一昨年ぐらいから、一人一人というのがキーワードになるっていうのをいろんなところで言ってるんですよ。一人一人ですね。うん。だからみんなとか、マスとか、そうじゃないだろうと思ってて、キーワードはいろんなところで、一人一人という、なんかそれが生まれてくるだろうということと、経営資源と言われている人物金情報みたいなのも経営資源も変わるだろうと、ね、AI なんかの経営資源になっていくかもしれない。うちもタブレットで記録を入力する方向にどん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 行ってるんですね。ペーパーレスがもううちの職員たちがどんどんやっている。私なんか全然追いつかないような状況になっている。で、学生なんかと話してると、全く日本語通じないですみたいな感じの若者がどんどん増えているという状況は、ダメと言えないんですよね。現実だから。人生も今が現実だから。これダメじゃないんですよね。そういうことも含めて、介護の領域を一人一人というキーワードで考えたら何ができるかなっていうのが今から考え、真面目に考えていこうと思ってます。思うっていう言葉もダメなのね、やりますなのね。思うなんてのは勝手に思ってりゃいいだけでさ、謝罪会見でさ、申し訳ない、あ、謝りたいと思います。思うんじゃなくてやれよって、思うで仕事はできないんですよ。思うなんて勝手なことなんで、そうじゃなくてやるっていうことをしなければダメだろうなと。明快にはちょっと4年半ぐらいのことか。以上。だんだんね、春江節が出てきてね、石川春江変わらずここにある。これからの人生はね、流れのままにね、自由自在にね、今のままで、でそんなにもう変わんないんだから、もう あなた自身が三つ子の、すいません、この魂100までも変わんないんだから。すいません。ん、何、私はね、流れのままにができない人なのよ。流れのままに、流れに逆らうの？違うの、流れを作りたいタイプなのよ、どっちかっていうと。流れを作りたい、それは病気だよ、もう。そうなかなか、もうね、
あと4年半なんか、ね、流れがあったところに乗ってきますかって、それはね多分ね乗れってんじゃないんだよ。まあいいや、そんな議論する話じゃない、流れを作りたいのね。はい、だからね、74歳石川春江ますます盛んでね、あれで流れにままにって言ったらそうじゃないって、流れを私は作りたいんだと。そう、74歳あと4年半しかないんだけど、その間も流れを作りたいと。そう、いうやって日々研鑽している今日この頃です。はい、とりあえずありがとうございます。この皆さんから感想意見、コメントをもらう時間に、しますので、はい、とりあえず私が、あれこれなんで、指名しますので、だいたいこの顔写真、顔が出てる人を当てるんですけど、顔が出てない人でもね、ちょっとぜひ、これ全部名前出てるかな。どうだろう、ちょっとわかんないな。どう、すいません。じゃあ、ちょっと、平岩さん、平岩千代子さん。なんか、石川春江さんの番組やるったら、ぜひ出たい、見たいとおっしゃってたので、どうですか、平岩さん。顔も出して。はい、平岩千代子です。こんばんは。ありがとうございます。石川さん知ってるの？あ、私は知っています。私は知ってるの。はい。見てすごいな、この人と思ってたんでしょ？私は2000年頃、石川さんとお会いしているんですよね。で、ちょうど介護保険ができる時だったんですけれども、まさに石川さんが、あれですね、介護はプロに、家族は愛をというキャッチフレーズを出されていた頃なんですけれども、それでそれをずっと私はそのお言葉を胸に、私の父を10年前に自宅で看取りましたし、この2月ですか、106歳 の、 祖母をが自宅で、おじの家ですけれども旅立ちました。で、当時介護保険ができる頃にしっきりにですね、石川さんが、このキャッチフレーズをおっしゃっていたときに、まだまだ家族が介護をしていたときだったものですから、本当にこれができるのかということを考えまして、父のときにできるだけ、サービスを外部化し、そして家族は愛をどういうふうに、届けることができるのかという、まあ、ある種の父の介護をしながら社会実験をしたいというふうに思ってやりました。で、そのために、ケアマネージャーを依頼せずに自分で、マイケアプランというのを立てながら、事業者と直接いろいろサービスコーディネーションをしながら やりました。で、そこで分かったことは、確かにそれは知識と意欲と愛情があればできるという確信は持つことができました。ただし、やはりそこにはある程度費用も必要だということもよく分かりました。で、費用でカバーできなければ、それだけたくさんのサポーター、ボランティアですとか地域社会ですとか、そういったネットワークをどう作っていくのかということが必要だということも分かりました。で、石川さんから学んだことが実現できたということがありまして、それでぜひ感謝の気持ちを伝えたいということが、今日ぜひお会いしたいということの一つでしたし、その後石川さんが今どんなことをなさっているのかということもぜひ関心がありまして、楽しみに参加させていただきました。で、私が想像していた以上にパワフルで、そしてこれからですね、1対1がキーワードになる社会を作っていきたい
で、それを流れに任せるのではなくて流れを作っていくんだというお話がやはり期待通りあるいは期待以上のお話が聞けて本当にありがとうございました。だってよ、石川さん、春江さんからも何か言ってください。平岩さんに。はい、ありがとうございます。あのそんなそんな恥ずかしいことです。なんかこんないっぱいいるとは思わず浅野さんだけかなと思いながら ありがとうございます。ただ今言ったら1対1というんじゃなくて一人一人という一人、あ、ごめんなさい、私が申し上げ間違えたのか、一人一人ですね、一人一人ということをどうこう具体的に、もちろん介護も今コロナもそうなんですけど、もちろん当法人でもコロナ発生しました。でというのは一つと、それから在宅で一人暮らしの お年寄り結構増えてるんですね。でその人がコロナかどうか分かんないけど発熱してると、熱があるけどヘルパーさんどうしましょうと。でも、PCR 検査も何もしてないわけですよ、その一人暮らしの時には。時々、認知っぽいところもあるし、でどうしましょうっていうと、私たち二重防護でヘルプに向かうわけですよね。でもその人がもうコロナになってるかどうかもわからないけど行かないわけにいかないんですよね。それが今の現実です。だから本当に早く、私はもちろん高齢者にワクチン打ってほしいんだけど、ケアする側の方、ヘルパーさんにもすぐにでもワクチンを打つ、それからもういつでも PCR 検査を受け、うちは100個から200個いつもキープしてすぐに検査を受けられるように何度でもやってるんですね。それをやりながら、だからもう資金も大変だし、民間のところって1回の検査で1万円前後かかるんですよね。現状はこの人受けていいっていうのはただなんです。そこは偉くも今全然違うし、ちょっとこういうこと言うと愚痴っぽくなるってあれなんですが、そういう中でもう一人一人、在宅だろうが施設だろうがもうどこにいようと、一人一人のキーワードでもうちょっと困惑なんかもうちょっと頭良くできないかなっていうのが今のイメージです。本当ありがとうございました。一つ質問させていただいてもよろしいですか。今コロナの中で私はやっぱり医療者に対しては非常に注目が集まっていると思うんですけれども、それに対して介護従事者に対する社会の目っていうのが非常に低いところがとても歯がゆいし、そしてなんかじくじたる思いが強いんですけれども、やはり今高齢者施設等でなかなかクラスター、日本ではクラスターの発生はしてますけれども、ものすごく諸外国に比べて少ないというのは、まさに高齢者のケアを担ってくださっている方たちのおかげだと思いますし、そして厚労省の職員あるいは医師会の人たちがソーシャルディスタンシングと言われながらも自分たちは集まっている中で、介護施設や介護従事者の若い方たちというのはものすごく自制した私生活をとても自重した暮らしをされている方がたくさんいらっしゃると思って、そこに私はとても理不尽さを感じているんですけれども、石川さんは今こういった現状についてどういう怒りを お感じになってらっしゃるのか、お感じになってらっしゃらないのか、今のこの高齢者の方たちのケアを担う方たちの置かれている立場についてのお考え、率直な思いなりお考えなりをぜひ教えていただきたいんですけれども。はい、ありがとうございます。
いろんな状況の中で感染症というのはコロナだけじゃないんですよね。私たち今までノロもそれからインフルエンザも施設もしくは在宅でもそういう感染症とずっと向き合ってきたし、まあドクターナースを中心に予防の仕方を徹底的に払ってきたし、だからそのコロナをもちろん怖いけれど最高の日常のケアをするんだというのが去年の3月の私たちの職員と一緒にその合意をしたんですよ。つまり最高の日常というのはどういうことかっていうと、そのいつも例えば施設もいつもきれいにしとくとか、いつも消毒しとくとか、いつも最高の日々があれば私はコロナには絶対かからないってどっか信じてた人なんですね。だけど年明けたら今もうもちろんみんな感知してるんですがコロナにかかりましたでいうことの文脈の中で、ああそうだよねって、感染症ってそんな甘ったれた話じゃないんだっていうのをつくづく思い知らせたっていうことが1点。2点目は今おっしゃられたように政府、まあ日本国のやり方がどうだっていうことを今ここでうんぬんかんの言ってもせんないことやので、ただうちの施設でももう高齢者のワクチン接種が始まってるんですね。で残ったらその時残ったら余ったら職員に接種していいってドクターも言ってくれてるんですが、残んないんですよあんまり。施設大体みんな打ちますから。でこっち来てくれるわけじゃないでしょ、だからみんないるからそこで残らない。でね、私ここがちょっと今一番腹立たしい。つまりそこにいるお年寄りと職員両方に打てばいいのにってすっごく思いますね。なぜそれをしないか。それが一番効率いいしクラスター発生しないんですよ、ね、だから利用者のからコロナ1名、職員から1名ってどっちに1名にしてもね、だから両方を打ってしまえば効率的だし安全だし安心だし、これはまあ施設ですけどね。だから病院なんかもうどんどん医療者にやって行くというのはもう当然のことながら、介護施設というのはビシバシ打てる人がいっぱいいるわけですからね、そこに利用者も職員も、打っちゃえばいいのに。以上です。はい、他にまたもうそろそろゆきさんが出る頃。ありがとうございました。今日もちょっと突然のごめんなさい、お久しぶりでございます。全然違う質問2つなんですけど、1つは高橋治さんにしても谷口さんにしてもあれよっていう感じで亡くなってしまい、なんか医療過誤があるんじゃないかと、ああいう重症の重い障害を持ってる人たちが医療にかかった時の学習というのが医療側にできてないんじゃないかと思っているんですけど、高橋さんの場合はどうだったでしょうかっていうのと、全然別の話で今介護保険これじゃダメだっていうのはすごく、声が上がっているんですけれども、それを言う人たちは消費税はゼロにしろとかそういう類で、その保険料なり消費税などの財源を増やさないことにはことは解決しないような気がするんですけれども、そのことは誰も言おうとしないのですが、どのようにお考えですかっていう全然違う質問2つです。よろしくお願いします。はい、高橋治さんのことなんですが、治が死んだ時に医療ミスがあったかどうか私には分からない。ただ、出会ってすぐ病院、高橋の病院に運ばれたっていうか、なんていうんですか、彼の病気って先天性なんですけど、症状としては、リュウマチに似ていて、骨がこういうふうにどん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 こう曲がってくる病気なんですね。でもう完全に指は変形してるし、ここがもうここもここも
いつも夏になると産んで東大病院へいつも行ってたんですけど、何を言いたいかっていうと、交通事故に遭ったんですよ。何歳くらいの時かな。まあ私と知り合って間もなくですよね。で病院総合病院だったか共済病院だかに搬送されて、そしたらまずモルモットみたいでしたね。お医者様がもういろんな科のお医者さんが寄ってたかって検査なんだかんだいっぱい検査して、で高橋さんどうって言ったら、うん、前と同じだよ、僕モルモットなんだよっていうのを言った時に、あーって思って、あ、そういうことって言ったら、うんって、交通事故だから内臓とか関係ないわけですよね。もう外科的な処置でいいのに全部全部全部調べられるという状況で、つまりその彼の言葉は常にそうで あるということにだったんだろうなというふうに思います。で、まあ、別に私どこを擁護するという気はないけれど、死ぬ間際の時高橋さんの顔色は抹茶色のドスケ色でした。もうほとんどあなた1週間前にうちの私の事務所に来たんですよ、亡くなる1週間前に。その時の顔色ったらもう本当にひどくて、何をやってるんだと、すぐに病院に来なさいと。もうドスケ色なんですね、顔つきに。でだったんですよ。それでそしたら大腸破裂だったんですね。で私は世田谷どこかの区で講演してたら緊急連絡が入って、それでちょっと 3,40 分切り上げさせてもらって災害医療センターに飛んでったんですよ。ただ大腸がちょうどその腸を切った後、まあ、私は親族がありということで、ドクターが手術したものを見せてくれたんですけど、このぐらいの穴が開いてて、という状況でした。だから医療ミスとは私はちょっとその時は感じませんでしたね。それがあまりにも唐突だったんで、みんなどうしたんだろうっていうふうだったんですよね。もう大腸が破裂したんですよ、ね、それならね、穴が開いたんですよ、うん。それでただ最初に行った病院でそれが分からなくて、お腹が痛い痛いって言って、もう冷や汗出して痛かってたんですって。でここじゃどうにもならないって言うんで災害医療センターに搬送されて、多少手当てが遅れて、その腸からどんどん悪いものが出て体内に回ってしまったというのはドクターから説明を受けました。で私が、まあ、親族代わりで全部説明を受けるということで受けましたので、うん、もうこれはちょっと何とも言えないですね。あ、じゃあそれは友達に伝えます。はい、それが一つです。それから介護保険についてですが、私は道具論者なんですね。制度というのは道具だと思っていて、切れなくなったノコギリとか、こう打てなくなったトンカチとか、まあ、いろんな道具が使い勝手が悪かったら、やっぱりどうしてもそこでメンテナンスをしていかざるを得ないだろうと。そのメンテナンスの一つに、まあ、消費税云々の話とか、制度そのものの、道具の使い方を直していくとか、商品そのものですよね。介護保険という商品そのものが悪いんだったら、その道具を作っメンテナンスをしなければダメなんだろうというふうに思うです。だから今が悪い、もっとダメ、いやそしたらどうするかっていう話で、介護保険が金をあれだけ集めちゃったらなくすわけにはいかないんですよね。だからそれをどういうふうにカスタマイズしたりメンテナンスをしていくかっていうことの一つに、私は消費税がメンテナンスの一つになるのかもしれないという認識でいます。いい悪いは別だと思ってるんで、その道具をなくすということは考えられないんですね、私にとっては。これから何も
ホテルみたいな道具を作るのは大変かなというふうに思います。以上です。はい、ありがとうございました。はい、それではまた、違う方に。あれ？あ、板垣さん。板垣翔子さん。はい、板垣です。はい、どうですか、今、石川さんの話を。私はすみません、青森県で、看護師を養成する大学の教員でもあるんですが、まあ、実は親の介護を、子どもの頃からという子供、ちょっと大げさですけど、今風に言うとヤングケアラーの走りだった人間がっていうところもあって、大変興味深く聞かせていただきました。で、ちょっと皆様の議論と少しずれるんですが、実は私はその災害のことを看護の方から教えることもしてまして、たまたま、職場の人たちがたまたま私の職場は介護士も養成する短大と救命救急士を養成する短大と大学の方では、言語聴覚士と作業療法士を養成する小さなところなんですが、そのやってみて分かったのは、改めて聞くと実は福祉系の人たちにほとんど災害の教育がなされていないっていう現実があって、でそれをたまたま職場の人たちと今度何か まずは学生にアンケートを取って、こう学生の意欲とかも聞いていこうかなってことは本当にたまたま立ち上げてるところなんですけど、東京のその立川とかそちらの方でいわゆるその防災を兼ねたその在宅ケアとか施設運営とか、先駆的なところが終わりだと思うんで、私様は逆に具体的な事例で構いませんので、お時間の中で答えていただけると大変勉強になります。よろしくお願いいたします。はい、ありがとうございます。すいません、私この辺は情報はあまりありません。防災を兼ねた、まあ OTPT、ST なんかを養成する専門学校というのはかなりあるんですが、そういうことまでも視野に入れた教育をしているというのはちょっと聞いたことはないですね。すいません、私が聞きたいのはその、その人参、そちら様の組織でやられている、防災とか現任者っていうか、はい、職員の方への教育で何かあれば、逆にこれ私たちがこれからヒントとか将来的に失礼なければ聞き取りとか現地見学とか、このコロナが落ち着いたらすいませんちょっと大げさですけれども考えてまして、よろしかったら教えていただけるとありがたいです。法に定められた防災訓練というのをしなきゃいけない、確か年2回かな3回かな施設だとしなければいけないんですね。それと消防署の、何ですかチェックが入ります、確か年1回。それが法に定められた確かことなので、それは全部やっています。でそれ以上では法人として防災減災等に関して何かやってるかっていうと、まあ、市役所との協定ですね、救援物資とかその人を私たちのところに避難していいというその協定を結んではいます。それから老健なんかでは、まあ、コロナ向けに陰圧 の装置ですね、これは東京都が募集したんです。うちのドクターが大変日本眼性にいた人なんで、地域のためにもいいんじゃない、やった方がいいんじゃないかということがあって、まあ、コロナ対策として陰圧室の装置をですね2部屋、まあ、5、600万のお金がかかるんですけれども、それをしています。で特別災害についてのとか防災についての、教育とかグッズはないんですね。はい、分かりました、ありがとうございます。はい、それでは小本さん、小本さとしさん、どうですか、今のお話を聞いての感想など。はい、まずその石川さんが
やってこられたことって、もう、かなりの割合で、まあ、年代的にも私と被るとこがあるんじゃないかなって思って聞いてます。エレベーター、さっき印象に残った言葉として、すいません人生っていうのがありましたけど、まあ、今でもそうなんですよね、実は言うと。私、仕事であちこち出かけてたときに、やっぱりスムーズに、例えば新幹線に乗れたことって一回もないんですよ。なんか、遅らされたり、いろいろしたんですけどね。だから、まあ、これからもやっぱりそういう動きって、もうどんどんやっていかないといけないんだなっていう。会社を持ちました。あと、さっき板垣さんがご質問になった防災についてなんですけどね。私は株式会社土屋っていうところで、重度訪問介護の会社の経営に携わってますけど、私どもには、防災を力を入れて委員会を立ち上げてやっております。それでこの200のテレビの原香織さんだけじゃないと、その防災委員会の、割と重要人物なので、まあ彼女にいろいろうちのシステムなんかをね、お聞きになれば、なんか参考になるかなと思います。大変ありがとうございました。はい。じゃあ、春香織さん、ご指名だから、いや、ちょっと、防災について。防災についてですね。ですね、株式会社土屋では、一人一人の、クライアント、利用者さんのことは土屋ではクライアントっていうふうに呼んでるんですけれども、一人一人のクライアントの、皆さん、あれですよね、障害の種類も一人一人違ったりとか、同じ障害でも体の状況って一人一人違ったりとかするので、その方に合った、防災の対応のパーソナルブックっていうのをこのような形で作っていて、で全部で32ページとか結構あるんですけど、地域のその方の住んでる地域の住民であったりとか、あとはその方に関わっている介護従事者、医療従事者、あとはその地その方が住んでいるところの行政の方とかをみんなを巻き込んで、その方の防災を考えていこうっていうことを土屋では進めていっています。でまだちょっとですね、まだ会社も始まったばかりだったりとかする状態ではあるので、避難訓練っていうところとかまでは行ってなかったりするんですけれども、一人一人のその対応をみんなで考えていって、最終的に避難訓練、こういう災害の時はこういう訓練、この災害の時はこういう訓練っていう感じで、バージョン1バージョン2とかそういう感じで進めていこうとしています。そんな感じです。ありがとうございました。少しね、時間を取って説明しなくちゃいけないそうなんです、ね、ちょっとまあそういうことやってますということで、そうです、ね、今日この場は。あ、石川さんかな。はい、一つだけちょっと今の質問いいですか。これ、はい、施設じゃなくて在宅におられる障害を持ってる方へのパーソナルブックを作るっ
ということですね。そうですね、あの土屋の場合は基本的に重度訪問介護の会社なので、あの訪問介護、まあ、施設にいる方とかもあのたまにいたりとかするんですけど、うん、あの基本的にはそのお家とかで過ごしている方が多いので、その方その方に合わせたっていうような感じになりますね。いいですね、はい、いいですね。あの在宅で隣の家が火事になった時、はいはい、あのうちの事業所のすぐ近くだったもんで火事だって言うんで、でそのお布団を 両隅、あのお年寄り寝て寝さして両隅持って斜め前の嫁に避難させて、はいはい、っていうのがあのをやりましたけれども、はいはい、まあなんかそういうことがあのパーソナルブックみたいなのがあると、うん、お年寄りもそうですね、できるし、ね、障害者、うん、当事者がイメージできるのでいいですよね。そう、障害その当事者を中心にみんなで組み立てていって、うん、誰がその人といる時でもあの対応できるようにっていう風にで、うん、あの結構ですね、土屋の場合あの誰かしらがその障害当事者と一緒にいるっていうシチュエーションが結構多かったりするんですね、うんうんうん、だけど重度の障害を持っている人を一人で対応するっていうのはかなり難しい状態だったりするので、あのでさらにあの他 の, あの介護の方とかもみんな関わってはいるんだけど、その方その方でいろんなところ あのケアに入ってたりするじゃないですか。なのでなるべくその方の住んでいるすぐ近くの近所の方を巻き込んでやっていくっていうような形で進めようとしています。いや、とてもいいと思いますね。あのよかったら資料送ってください。あの災害とかって大きな災害だけじゃないんですよね。隣とか隣が火事だっていうんでも、まあ、災害ですから、そういうところからもあの当時、まあ、私たちもそうですけど、やっぱり意識しておかなきゃいけないなと思いますよね。ありがとうございます。ありがとうございます。あの私さっきあの石川さんのイラストをコア宝のやつを見させていただいて、すごいあったかい絵を描かれるかなと思って、うん、ありがとうございました。はい、ここですと2人の関係が濃密になるきっかけ。ありがとうございます。大門さん、大門渉さん、どうですか今日の石川さんのお話を聞いて。あ、はい、今日は8時頃からの参加だったんですけども、本当に良かったですね。新しい風とエネルギーをいっぱいもらわせていただきました。はい、でまあちょっと申し訳ないですけども、私柳さんのあれは名前は聞いたんですが、石川さんのことはほとんど存じ上げずに今まで来てしまったことを本当に、まあ、残念に思います。もっと早く、存じ上げていれば、いろんなエネルギーをもっともっといっぱいもらえて、もっともっと、働くことがね、できたのかなと思います。私もう75になってしまいましたので、ちょっとそういう意味では、残念に思います。ただ、石川さんもあと4年半ということですので、私の場合には3年半かもしれませんけれども、で、まあ、私の周りをいくらかでも幸せにしていきたい、楽しい環境にしていきたいというふうに思っています。私、福祉をやり始めて、本当にもう、これは人のためじゃないな、自分のためだと。自分がその本当に幸せになるんですね。で、そこを私の法人の職員につないでいこうというか、同じ気持ちになってくれれば、もっとその人の人生がね、楽しくなるし、その人の職員の家族ももっと幸せになるはずなのにと思うんですが、なかなかその、福祉やってると本当に自分が本当に死ぬときに
生きてきてよかったと思って死ねるよ、嬉しいんだよ、楽しいんだよっていうふうに伝えるんですが、なかなかそこが伝わらないな、どうしたら伝えられるかなというのを毎日悩んでるんですが、その辺なんか石川さんの方から、ヒントなり何なり教えていただければ嬉しいなと思うんですが、ヒントかどうか分かんないですけど、レモンさんがこうやろうと思った時が青春ですよ。やればいいんですよ、はい、そうしたら周りの人も元気になるから、元気になるにはどうしたらいいかじゃないんですよ。元気になりゃいいんだけど、難しいことはないんですよね、はい、で思いついた時が青春、こんな年でとかあんな年でなんて関係ないですよ。それを思っちゃったらもうダメなんや、ね、はいはい、多分ね、というすいません、だんだん私ヤクザ言葉になってしまう。ありがとうございます。今チャットでね、はい、楽しみたいと思います。石川さん、なぜ4年半っていう具体的な期限なのか、それをお聞きしたいって言ってるんだけど、答えられないでしょ。えなんで4年半なんですかって。いや、何の根拠もないんです。そうですよね、はい、はい、すいません、ここから出任せでした。てかね、私4という数字が好きなんです。はい、それだけのことですね。はい、はい、もうそろそろあれですけど、柴田さん、久しぶり、柴田博也さん、どうですか。柴田さんも立川近くに。ああ、そうですね。こんにちは、石川さん。すぐ近くに住んでおります。私の、妻の妹が、そのうちお世話になりたいというふうに思ってるんです。本当はね、石川さんのね、介護保険ができるときに、障害、保険区分、介護認定区分の原型が、もともとその、石川さんがね、作った、パソコンでこう、状態打ち込んだら、パーンとこう、必要度が出るっていう、あれが元だろうと思って、あれを元に厚労省は作ったんだなと、私は思って、勝手に思ってるんですけど、多分そうですよね。どうかわかんない。わかんない。それでね、いや、その時にね、石川さんに、じゃあ、身体障害者は確かにこれでいけるなと思ったんだけど、うん、知的障害者はこれじゃいけないので、知的障害者はどうすればいいですかねって言ったら、石川さんがね、知的障害者は難しいからわかんないって言ったんですね。そう。それでね、その後どうなったかちょっとお話ししとこうと思ってですね、それで、障害、自立支援法ができた時に、その介護認定区分を元にして障害程度区分っていうのを作ったんですよ。でこれは身体障害者は大体あったん。ところがね、知的障害者はまるっきり合わなかったんですよ。それで合わないっつって、こう僕も散々、まあ僕はその全国組織のその政策委員長やってましたから散々文句言ったんですね。で文句は言っても、要するに今度 のシステムは、身体障害でも知的障害でも精神障害でも、みんな統一の基準を作ろうっていうことですから、じゃあどうやって統一基準を作るのっていうのにね、正直言ってね、私もね、こう、なかなかね、具体的にね、じゃあ精神障害の人も含めてね、統一的な基準をなかなかこれは難しいなというふうには思ってたんです。で、ところが、その後総合支援法になった時に、この障害程度区分は問題だっていうことになって、それで、厚労省でね、その担当者の係長がいたんですけどね。で、その人が、私、その人に本当に、ね、頑張ってほしいと思ってね、いろいろ、その時は僕は自閉症協会の、常務理事やったんですけども、すごくお手伝いしたんですよ。それで、その人、チームを作ってね、考えたやり方はね、確かに、障害程度区分は合わないけども、実際に、支給決定してる市町村は、例えば、自閉症の人とかね、もう、まるっきり合わないけども、とにかくもう、必要に迫られて、例えば区分6とか区分5とか、こう、出してるわけですよ。それはもう、もともとのコンピューターだから全然出てこないですよ。コンピューターだったら区分1になっちゃって、もう区分5とか出してるわけ。で、そういうことが全国的に積み重ねられているので、こういう状態の人だったら、全国で一体区分をいくつにしているかという、そういう統計を取ってね、そしてこういう状態の人だったら全国的に見てこういう区分を出してるというのをベースに、それでコンピューターで出すようなそういう仕組みを作ったんですよ。これはすごく有効だと思ってね、初めは出だしがそうだったからね、
例えば自閉症の人なんかどうしてもね、なかなか区分6にはポンとは出ないんですけども、でもそれを繰り返しているうちにね、まあ、実際の全国自体ではやっぱり強度行動障害の人なんかはもう区分6出すしかないわけだから、実際出すわけですよ。でそういうのが重なっていけば、これ何回か繰り返しているうちにね、やっぱりその人の状態に応じた区分に落ち着いていくだろうと思うんです、うん。まあ、そういう点で今ね、障害支援区分が総合支援法以後発足しててね、でまあまあまだいろいろ不満はあるかもしれないけど、私はおおむねね、いい状況、いいものができたなというふうに思ってて、それでもともと介護保険の前にね、石川さんが言ってたね、そのパソコンにこう打ち込んだらね、状態打ち込んだらパシャーンとこう区分が出てくるっていうね、システムがね、こう結果的にはすごく良かったなと思ってね、今日はぜひともそのことをね、そう石川さんにお礼を言いたいなと思って、ちょっと話したいと思ってました。発言機会もらってありがとうございます。はい、いいですか。はい、いいです。最後になると思います。佐藤進さん。久しぶりです。残り時間になりましたけど、どうぞ。どうも、石川さん、しばらくです。ご無沙汰してます。本当に何年ぶりでしょうか。本当ね。もう10年、20年ぶりぐらいの感じですけど。相変わらずお元気そうで、昔と同じように切符の良い話し方で、何よりだと思います。私の方は、石川さん4年半って言ってましたけど、最近周りには余命2年だって言ってるんですけどね、それぐらい仕事辞めてからあちこち具合も悪くて、声もちょっと今日もあんまり出てないんですよね。かすれちゃって、別にこれっていう病気があるわけじゃないんだけども、だから今日お話聞いてて、流れをこれからも作りたいなんていうすごいなと思いました。無理なさらずに、結構一人でコツコツと余生を送るのも最近は悪くないと思ってまして、これもいいもんですよ。どうも今日はありがとうございました。はい、ありがとうございます。はい、ちょうどねいい時間なんです、残り。じゃあ皆さんからこの上最後に、志賀さん、はい、今日はどうもありがとうございました。ありがとうございました。皆さんからもいろいろ多岐にわたってましたけども、今日のお話をして最後に感想をこの上になって、これをお開きにしたいと思います。どうぞ。浅野さんが感想ですか、私が感想ですか。私に決まってるんです。私、石川春江さんの感想です。あ、そうですか、はい。どうも皆さん、今日はありがとうございました。なんか資料もうまく出ることができずですね、なんかおしゃべりだけでよく、なんかよくないなと思いながらも、楽しい時間を過ごさせていただきました。本当は無口です。佐藤進さん、お体気をつけてください。一つだけ言っとくと、流れを作りたいというのはもう一人ではできないので、もう若い人たちを巻き込んでですね、私しつこいので、この小型からプロジェクト児童虐待推進事業も若者たちをですね、どん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 巻き込みながらやってるんです。なのでそういう意味での新しい流れを作っていきたいなということも入ってます。本当に今日はこういった機会をいただきまして本当にありがとうございました。北見さん、美樹さん、ちょっと今後から出たけど、ちょっとごめんなさい、時間で。もう、はいはいはい、いいですか、はい、ありがとうございました。朝の広いのではい、今日は石川春江さん、ね、資料なしでよかったよ、入って、その、迫力あるお話だけで。ね、それで皆さん、ネットでちょっと検索して、コア宝っていうふうに入れると、その石川さんの絵も出てくるんですよね。方がどんな優しい絵を描くか。絵は、ごめんなさい、成川君という絵本作家で。あ、そうなんだ。
そうで、タッチだとか 色使いとか、うん、そういうのは相当こう言って、あの絵は出来上がらない。そうですか。あ、中村さんも今最後に入ってきた。はい、それじゃあこれにて終了したいと思います。じゃあ皆さんごきげんよう。今度はまた私たで、さようなら。どうもありがとうございました。ありがとうございました。